ここまで来たらもうダメよ。こうなったらチェルシーじゃん。ドロシー、ドロミーじゃん。マナとパタ、どっちについていくの。そんなの決められないよ。どっちも離れたくないパボー。同じくにゃんにゃん。ああ最悪だよ。いつも仲良しのママとパパだけど、時々ある大喧嘩が始まっちゃった。いつもこうなったら仲直りするまで長いパブー。それにどっちについていくってことは、あの二人離れ離れになるつもりでしょ。困ったにゃんにゃん。3人ともいい、明日の夜にもう一度聞くから、パパとママどっちについていくか決めなさいよ。ママそんな大きな選択今日と明日じゃ決められないよ。ドロシーちゃんもドロミーちゃんも困ってるよ。もう一回考え直してよ。何してるよ。子供たちを誘惑してリンダについて行かせる気かよ。私は何も言ってないわよ。子供たちが自分で決めたらいいって話してただけよ。勝手に決めつけないでくれる。ややこしいことするのよ。なんだかさっきより関係悪くなってない。ラブラブなパパとママがいいパブー。でもママの言う通り、私たちどっちについていくか決めないといけないかもしれないね。何も答えを出さなかったらパパにもママにもこの家に置いてかれるかもしれない。だからやっぱり決めなきゃ。ドロシーちゃんはどっちと暮らしたいとかある？私はどっちと暮らした方が幸せパブ。ドロシーずっと美味しい料理の作り方教えてね。もちろんよ。痛い。で、きっとそんな感じで楽しく暮らすんだろうな。いや、でももしパパと暮らすとなると。パパ、忙しいのに参観日に来てくれてありがとね。かわいいチェルシーの成長が見たいだけよ。あ、こんにちは。もしかしてチェルシーのパパ？チェルシーの友達かよ。はい、っていうかチェルシーのパパめっちゃかっこいいね。ヤマヒーの外国人風って感じ。そうかな。ねえ、あれ誰のパパ？かっこいい。筋肉もムキムキだし、あんなパパいいな。そうなんだ。私はいつも身近にいるから気がつかなかったけど、パパってかっこいいんだ。なんか自慢のパパかなってなるのかな。人気のパパがいるっていうのもなかなかいいな。考えれば考えるほど悩むじゃん。ねえ、どうしようか。結局何も決められないまま朝になっちゃった。おはようママ。おはよう。
チェルシーちゃんの朝ごはん準備したよ。ダメよ、チェルシーちゃんはママのご飯が食べたいわよね。いや、たまには違う人のが食べたいはずよ。そんなことないわ。ほら、ママのご飯が美味しそうでしょ。いや、パパのご飯のが美味しそうだよ。いいえ、いいや、いいえ、いいや。もう、どっちも食べる。どっちのご飯だって美味しいに決まってるもん。チェルシーちゃん、そんなに焦って食べなくても。そうだよ、急いで食べて喉に詰まらせたらどうするよ。だからジョージは作らなくてよかったのよ。それはリンダの方だよ。もう学校行ってくる。何よ、二人とも私のこと心配して大丈夫って意気投合して仲良しに戻ってくれると思ったのに。全然そんなことないし、むしろ言い合いになってるし。あれ、チェルシーちゃん、チェルシーちゃんがため息なんて珍しいじゃん。どうしたの？お仕事がまた大変？お仕事じゃなくてお家が大変？うんうん、わかるよ、あのバカップル夫婦だもんね。で、あ、ごめん、つい。いや、ほんとケイちゃんの言う通りだよ。ケイちゃんのパパとママは喧嘩しない？私のとこはパパがお仕事で基本的に外国にいるからね。だから喧嘩になることも少ないかな。それにもし喧嘩になっても私のママ鬼みたいに強いから断然ママの勝ち。鬼みたい？うんうん、外ではおはようございますなんていいママぶっちゃってるけど、家の中ではめちゃくちゃ鬼ママだよ。いや、鬼ママじゃなくて鬼ババか。いや、鬼ババどころか山なんだ。ケイちゃん、あまり言わない方が。まあ、つまり私のママは恐ろしい山なんだってこと。その山なんだが後ろにいることはお気づき？誰が山なんだですって。まったく、自分のママのことをヤマンバって言うなんて本当に失礼な子って。あら、チェルシーちゃん、おはよう。今日も頑張ってね。はい。よし、それじゃあ次の問題わかるやつ。誰もわからないのか、それとも恥ずかしいのか。じゃあ先生が勝手に当てていくぞ。チェルシー、チェルシー、チェルシー、チェルシー。あ、え、はい。先生の言うこと聞いてなかったのか。珍しいな、どうした。なんでもないです、すみません。それじゃあ次の問題は、よし、サンディ姉さんに聞いてみようかな。ママとパパ、どっちについていくか早く決めないと。今日は私が水やり当番。あ、この間よりも育ってる。綺麗なお花だな。で、そういえばパパがママに大きな花束をプレゼントしたこともあったな。リンダ、ちょっといいかよ。これをあげるよ。奥さんでいてくれてありがとうと改めて思ったから買ってきたよ。ジョージー、嬉しすぎて涙が出ちゃう。なんてこともあったな。逆にママからも、いい、絶対見ちゃダメよ、まだよまだよ。おそれじゃあゆっくり目を開けてね。よくサプライズしてたな。みんなみんな私の宝物よ。これからも5人仲良くラブラブハッピーに過ごしていこうよ。私ずっとずっとその幸せが続くと思ってたよ。傍から見るとバカみたいにラブラブで二人ともぶっ飛んでて変な人だと思われるけど、どの夫婦よりも仲良くてラブラブで、そんな自慢のママとパパだったのに二人が離れちゃうなんて、私もど
ロシーちゃんともドロミーちゃんとも離れないといけないかもなんて嫌だよ。ママ、パパ、私嫌だよ。チェルシーちゃん？ビッグタリア先生。一体何が？そんなことがあったのね。話してくれてありがとう。あのラブラブな二人にこんなことが起こってたなんて。大丈夫よ、チェルシーちゃん。きっと二人は落ち着いて考えたら考えも変わるはずよ。でもどっちについていくか今日の夜には決めなさいって言われてるの。そんな早く？まったくもう子供にそんなことを決めさすなんて。わかったわ、先生がちょっと間に入ってあげるわ。こんなに落ち込んでる姿を見て放っておけないわ。チェルシーちゃん、大丈夫大丈夫。はい、いよいよ明日ね。私たちが別々の道を歩むのは。俺の気持ちは何も変わってないよ。私もよ、ジョージと一緒の道に行く気はないから。ちょっとすいません、お邪魔します。いきなりすいませんね。なに先生がいきなりどうしたの？家庭訪問の日かよ。違います、私たちはチェルシーちゃんから話を聞いてやってきました。あなたたちママとしてパパとして本当にそれでいいんですか？え、喧嘩してこんな大きなことになったのかもしれないけど一旦落ち着きましょう。そうです、子供にとって離婚は大きなこと。それをたったの 2,3 日で決めていいんですか？え、ちょっと待って。子供たちが2人に離れてほしくないって泣いていたんですよ。どっちかについていくとか選べないって。それなのにそんな簡単に離れることを決めていいんですか？あなたたちは正真正銘のラブラブ夫婦。離婚なんてしちゃいけません。俺たちが言うことじゃないのかもしれないけど、どうか考え直してください。ちょっとだから待ってって。誰が離婚するよ。だからあなたたちでしょ。え、私たち離婚なんかしないよ。どういうことなの？だって今日中にどっちについていくか考えなさいって言ってたじゃん。それは離婚して離れ離れになるからか。だから私たち必死に考えてたにゃ。離婚なんかするわけないよ。ジョージ、あさってのお休みは家族でショッピングにしましょう。いや、最近公園に遊びに行ってないから公園にしようよ。ドロミーは公園で遊びたいと思うよ。いや、でも明日はショッピングにしましょう。いや、公園にしようよ。ダメ、これは譲れないわ。こっちだって公園は譲れないよ。もう私たち話し合ってもキリがないよね。ここまで来たらもうダメよ。聞いてない。あれ、言い忘れちゃったかしら。ややこしいのよ。どれだけ子供たちが心配して悲しいんだかをよく考えなさい。そして二人とも反省しなさい。ごめんなさい。心配して損したけどお前たちよかったな。あさってはショッピングも公園も行く。やっぱりパパとママはラブラブ夫婦だ。そしてここで突然ですがお知らせです。ココナちゃんはツイッターを始めて
たので説明欄からフォローをぜひよろしくお願いします。あとファンレターの宛先はこちらになります。よかったら送ってね。チャンネル登録